にゃん。これは雨宿り、雨宿りかわち。ポモポモプリンがもらえてるにゃん。あれ、ひよこさんのやつがもうにゃくにゃった。ちれんじれか。よっしゃー、ありがとうございます。エセさん、あ、おかえりなさいませ。ただいまにゃん。砂盗み破炭酸水さん、おかえり。ただいまにゃん、ただいまにゃん。頑張って塗っていくにゃん。わらわら塗っていくにゃん。頑張ってオラ塗っていくにゃん。細かい針入れよう。細かい端処理をしなければならない。よいしょ。さあ、さあ無事に行けるんでしょうか。怖いですね。塗ってくれ、頼むから。よいしょ。多分シャルンから言わせればちゃんとセッティングしてくれって話なんだけどね。塗ったらから、塗ったらから、ちゃんとお前は設定しろって言われてる気がする。エセエセエビ、猫のエビ取り。あのメインのやつさ、めちゃめちゃ反っとるよな。ふにゃん。あれガチでやろうとしたらさ、背骨折れるんじゃねって思ってる。はい、じゃあ行きます。エセさん、エセエビの勝ひろり。エセエビを気に入ってくれているらしい。よかった。ありがとうございます。お、今度は行った気がするぞ。今度は行った気がする。エセエビだとロブスターかザリガニと思うんですよ。そうだね、そうだね、ロブスターかザリガニだね。エセエビ、エビのエビ、エセエビの池作り。ということでね、一応縫えました。多分めちゃ多分ですけど、で縫えたので、今度ここをガッチャンコしたいわけです。ここをガッチャンコしたいわけなんですよ。わかりますか？理論ではここをガッチャンコすればいけるはずなんです。ちょっと、処理だ。端処理が難しいんだ。ここをガッチャンコして、エセさん、結んで開いて、結んで開いて、にゃー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 。箸忘れたんご、箸を忘れてしまったんご。忘れたからもう全部にゃーにゃーにしてやるにゃ。毎度にゃ。また開いて結んで、にゃん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 。結んで開いてって言われて思い出すのはこの曲と、あのハチさんの結んで開いてのあのムクロのなんちゃらって言われですね。で、ここをこうやって折るでしょ、縫うでしょ。縫った後にここ、このちょっと見えねえな、見えねえな、多分これね、サイズがね、こことここでね、このちょっと出てるんです。ここちょっと出てるんです。ここをこう折りたたんで縫いたい。え、縫った方がいいと思う。縫わんでいいと思う。まずはガッチャンコするところだよな。まずはガッチャンコするところなんだけど、多分これはね、内側にシュッて縫っといた方が安心するんだよね。オッケー、縫いだよね。手を折って結んで、うん、また開いて手を折って、その手を。どういうこと、何しとんその人。大丈夫、大丈夫ですか。お前さん、ちゃんと捕まえといてください。ほんとね、お前さん、働いてもらうで。治安維持のために働いてもらうで。
よろしくお願いします。またみは炭酸水さん、また開いたのねわら。なあ、そっち、そっちじゃねえんだよな、そっちじゃないんだよなそっちじゃないんだよな。普通に、普通にアゲインのはずなんだけどな。あ、違う、あ、行くか、このまま行くか。え、どっち、どっちから見よう。こっちから見た方がいいのか、こっちから見て、見ていくか。わかるかな、見えるかな。はぁ、めっちゃ神経使う。 M 字が、 M 字知らない。もう一個いけますかね。あー、とりあえずいきますか。待って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 、なんか変じゃん、なんか変じゃん。え、いけそう、いけそう。あー、いけないね。なんかきついな、なんかきついぞ、なんか引っかかってんぞ、なんか引っかかってんぞ、なんか引っかかってんぞ。大丈夫か、なんか引っかかってんぞ怖いぞ、やだぞ。よいしょ。ちょっと仮縫いができたってことで、ちょっともう一回、もう一回やってみようね。ちょっと待って、限定解除しよう。よいしょ、いけそう。いけてるね。はい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 、なるほど、こんな感じでいきますか。いきますか。なんかね、変なんだよね。オッケーオッケー、いいね、進んでるね。いいよいいよ。はい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 、はい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 、おし、いったんじゃねえか。いったぞ、だいぶいったぞ。ちょっと待って、ちょっと待ってな。これワンチャン綿入れてても可愛かったかもしれないけど。で、ここですね。ここ、ここがね、今ちょっと、今やっとここの部分が縫えたんですよね。ここが縫えたので、で、ここの内側の部分をですね、今からちょっと、ここはさ、もう手で、いやでも手でできる硬さじゃねえんだよな、これ。手でできる硬さじゃねえんだよ、これ。どうすっかな。これ落ちない方がいいな。いけるこれ。シャルいけそう。私はセッティングしてもらったらいけるわよって言われそう。そうよね。セッティングできるのかしら。ここ、ここのこの細かいところお願いしたいんですけど、シャルンさん。シャルン。上がってる？上がってるよね。上がっててこの状態なのか。あー、ちょっときついか。いけるのか。待って、これは本当にいけるのか。いけるのか。ちょっと待って。これで、ね、もうちょっとこう、ちょっとこう内側に。シャロン壊れないかな。大丈夫かな。だけお願いします。ありがとうございます。あ、行けましたね。なんとか行けました。ちょっとほんと、素人感満載ですけど。
マジ申し訳ないぐらいド素人感満載ですけど。はい、見えますかね、こんな感じでできました。これでとりあえずシュシュ完成です。ちょっとここがあまりになんかごちゃごちゃしてて辛いんご、これどうしたらいいんご、あまりにごちゃごちゃしてる。ありがとう。とりあえず初めてのシュシュできたにゃん。初めてのシュシュできて嬉しいにゃん。やっぱ砂の隅は炭酸水さん、売ってるやつもそんなもんよ。そうなの？本当？本当？とりあえずこれわちのにしてさ、ちょっと次回もう一回なんか近々作るわ。近々どころか明日作ろうかな。同じ生地でもう一回作って、で糸を茶色にするから今からまあ糸変える。シャルお疲れ様。とりあえずシュシュはできた、シュシュはできた、私はとても嬉しい。でこの作ったシュシュどうすんのって話なんですけど、そうですね、少々お待ちになっていただいて。使えるかどうかわからないんですが、よいしょ。私の愛用している日傘がございまして、和傘なんですけど、これは杖の部分、杖というか柄の部分。よいしょ。トナコが和傘です。ちなみにこれをこうやって組み立てていくんです。組み立てるとこのように一本になります。一本になって広げると、こんばんは、はい、いらっしゃっせ、ふっとくんだ、やっほーい。こちら和傘でございます。私愛用のとても良い、こんばんは、やっほー。でこれを基本愛用しているんですが、和傘って放置しとくと散らばっちゃうんで、でしょ、いいでしょ、これ大好きなんだ。これに輪ゴムとしてこれをセットしていきます。実はこれ作りたかったんです私。ということでニャンセイ初めてのシュッシュはこの子にあげます。これで傘もね開きにくくなるでしょうし、これねケースも入りやすくなるといいなっていう。入るかな、このケースがねちょっと心配なのよね。うん、難しいかもしれん。入ってほしい。本当は輪ゴムとかでも、輪ゴムとかが理想かな、やはり。輪ゴムが理想かもしれんな。そのうち輪ゴム買おうか、あるいはどっかで何かで手に入れた輪ゴムをここに設置するのが正解かもしれん。ちょっとねかさばっちゃう、かさばってしまうんご、つらいんご、せっかく作ったのにつらいんご。まあでもいいや、まあ、一時的にはありだろう、一時的にはありだろう、ありにしておいてくれ。これ入るかな、入らねえな、やっぱダメか、無理はしたくない、いいんだ、ダメならいいんだ、気にしない。よし、戻そう。にゃん、戻してからにゃん。猫さん聞いて。学校説明会の発表するための文俺作ったのほとんどそのまま採用になって読んできた。にゃんてにゃんて。猫さん聞いて。学校説明会の発表するための文俺作ったのほとんどそのまま採用になって読んできた。おー、ナイス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 。おー、すごい、よく頑張ったね。土曜日なのにね、大変だったね。お疲れ様んだ。お疲れ様だよ。よく頑張ったやん。いらんかったね。で、しかもそれ採用されたんやろ。うん、紅茶もらった。おめでとうじゃん。おめでとうじゃん。すごいじゃん。やったね。やったね。やるやん。うちもな、うちも自分の
首は作ったよ。うちも自分の首は作っとったよ。よいしょ。ランゴマがね、まだあるから、ちょっと明日もう一回リベンジしてみます。明日もう一回の茶色い紐で作ってみたら、多分こんなに白にしたんでね、あれなんで。飲み物2本と1000円、日給、半日。ああ。安い。安い。確かに安いけど、と言わして。にゃんたくんだからそれゲットできたんじゃん。すごいことじゃん。普通の人はゲットできとらんよ。わら。そうやで。だからその、安いなとか、しょぼいなって思う気持ちはめっちゃわかるけど、それでもちゃんとこう、報酬としてもらえたっていうその実績、それは喜ぶべきだと思う。私よく頑張った、偉いって言って、ちゃんと褒めてあげるべきだと思う。やったじゃん。おめでとう。でね、はい、シュシュもね、できました。猫グッチが増えてゆく、ふふふふふ。これさ、鈴つける？つけない？何にでもかにでもお前は鈴をつけようとするなって言われそうですよね。えつけますよね。はい、つけます。ふっふっ。砂盗み派炭酸水さん。それはお好み。それな。それな。あのお姉さん鈴好きかな。そうだから今日はあのシュシュを作ったんで、実験的に出来上がったんで、ちょっと明日もう一回試してみます。でその試すためにちょっと今からあの設定を変えておきます。猫太さん、猫ですし鈴いいじゃないですか。そうここにもな鈴ついとっちゃで、あの、こちらにいらっしゃるクレさんが作ってくださったかんざしにも、あの、鈴つけてもらっとるから。もう全部鈴よ。ちょっとあの、ワンちゃんあの、全部つけてると、チャリチャリうるさいかもしれん。頭チャリチャリ言わし、首チャリチャリ言わし、手首チャリチャリ言わし。チャリ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 。ひたすらにチャリチャリ言わすやつ。なんだったらあの、足にシュシュでもあるかもしれんな。ワンちゃんな、待ってな、糸持ってくるわ。今何分、あと10分ぐらいあるやろ。なんとか帰れるはずや。説明書、この辺もね、書類関係が若干わちゃわちゃしてるんですよ。直さな直さなと思いながら直せてないわけですよ。知りませんよ、まったく。知りませんよ、まったく。歩くどに音鳴るんやろわな。そうやで、歩くたびに音鳴るんやね。でもあの音鳴らんある人ともたまにそうやけどな。まあでもさすがに手首と首と頭つけられたらもう鳴るしかねえな。猫はあのお蜜で大事なやつなんで、基本的にはあのそんなチャリンチャリ鳴らさないんですけれど、まあね、あの結構最近平和なあの猫界で暮らせているので、ちょっと油断をしてしまっているのかもしれません。ということでこちらの部分を一旦直しまして、茶色い部分に変更いたしますわ。よいしょ。いやー、このシャロン買って本当によかった。もうずーっと探し回っててさ、これにゃーって言って、持って帰るにゃ、お持ち帰りするにゃーつって、持ち帰ったよね。あー、猫太さん、明日5時ぐらいに起きたいのに寝れない。明日5時に起きんの？でもそうだよね、君あれだもんね、学校遠いけさ、それぐらいの時間に起きなあかんもんね。休みやからって言って変に遅い時間に寝てしまうとさ、あのバランス崩れて起きなあかんときに起きれんとなるけ。あれ、こっちだっけ、こっちだ。よし、下板はこれでいいんだ。で、上板を変える必要があるんだ。そうやな。どうやったら寝れるかな。よし。猫太さん、そうなんですよ。最近起きれなくて。だよね、ちょっとね、多分ね、疲れがね、溜まってると思うんだ。あの、大人も子供も関係なくさ、疲れすごい溜まるとさ、あの、寝ても眠かったりさ、逆に
寝たいって思ってるのに寝れてなかったりさすることって多いから、よいしょ、あー先にやる。だからちょっとなんか疲れをなんか取る、蓄積されてしまっている疲れを取る何かをした方がいいと思うよ。瞑想なりお風呂にゆっくり入るなり。この前11時間寝てました。やろやろ、君ものすごいハードワーカーなんだよ。実は知らないでしょ、大変なんだよ。寝れるときに寝ときな。よいしょ。だって毎朝早く起きてさ、学校に2時間近くかけて行っとるやろ。確か電車やらバスやらいっぱい乗ってさ、それ毎日してんだぜ。もうやだよ、大人でもやだもん。なんで子供の知らせなことせなあかんね。私絶対耐えられへんよ。よし、よし、え、は、いいのか、これでこれをこうして、はい、通りました。もうほんと好き、やばい。猫ふとさん、最近お弁当も自分で作るようになったんですよ。え、すごい。どんなお弁当作ってんの？どんなお弁当作ってんの？猫の周りのね、男性陣ってみんなお料理得意なんだよ。すごいよね。この私よりも得意な人多いからびっくりしちゃう。仮にもメスなのにどうしようっていう。まあいいんだ、まあいいんだ、どうせ私が勝てるものなんて何もないんだ、いいんだ。私が勝てるものなんてせいぜい猫語ぐらいだ。にゃん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 。にゃん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 。そうだ。はい、ということで。砂盗み派炭酸水さん。今はカルビビビンは作ってますわ。あ、そうやん。今日カルビ丼作る言ってたもんな。冷凍食品の詰め合わせとか、余り物とかですか。あ、でもいいじゃん。でも偉いと思う。すごい偉いと思う。いいね、偉いね。猫ふとさん、意味そうなものを。せいで、もうここにいてらっしゃってるプレさんとか、はい、エセさんとか今石垣島行ってはるからな。石垣島行って本場の豆腐チャンプルとかなんか食べてはったからな。よいしょ。昨日七夕じゃったやろ。昨日七夕やったから、あのクレさんね、あの七夕ケーキ作ってはったからね。あの猫のアイシングクッキーみたいなの作って、あのオリ猫とヒコ猫って言って作ってはったから。ご飯6時に食べたからめっちゃ今お腹すいてる。ああ、すくよね、わかる。お腹すくよね。どうしよう。ナッツ食べてる？ナッツ信者になってしまっている。ナッツ腹持ちするぞ。ちょっと試し食いします。あ、いけてますね。いけてる？ちょっとごちゃごちゃしたな。すいません、もう一回ちょっとお願いしてもらっていいですか？お願いします。試しに入ります。猫ふとさん、ミシンなんて中学からやってないや。私もそうよ。あ、でもこんな感じになるんですね。まあいっか、こんな感じか。了解しました、ありがとうございます。とりあえずセッティング完了でございます。これで、あの気が向いたら明日もう一回ちょっとやってみて、明日同じ布地でもう一回やってみて。猫ふとさん、怪我だけお気をつけて。ほんとそれなんだよね。こんな細っこい指やからな、一発でやられるで。やべえやべえ、流血事件になっちゃう、生配信。よけーっつって。やだ、怖いんご。ということでね、あの油断せずにね、
一個ずつ大事に使っていこうかなと思います。毎回ハリさんとそれな、ま、警戒しとるっちゃまだマシかもしれんけれど、マジ痛いもん。え、そこから出てくるとつって聞いてへん聞いてへんつってほんまにね、勝手に痛い思いをしております。なのでこれを明日もう一回作ります。猫太さんスンってしてる。20センチでいいよな。25にすると多分ちょっと弱いんだろうな。ちょっとわかんないけど、私のでくくれんのかな。あんまりシュシュで髪の毛をくくったことがないんだよな。見える？もう見える？見えた？見えた？確認できへんわ。てめえじゃ確認できへんわ。ああ難しいんご。ちょうど？オッケー。じゃあよかったわ。じゃあできたってことで。まあ、てめえでたまに使うもよし。それこそ、手首とか足首とかにちょっとつけるもよし。なんじゃったら鈴つけるもよし。鈴じゃなくてもなんか猫のキーホルダーつけるもよし。ちょっとそういう装飾系の、ちょっとしたいよね。それこそセリアとかに行って、なんか猫系の装飾系買ってきて。で、鈴以外でさ、なんか可愛いのなんかあるかな。ビーズ欲しい？あそこにお家があればいいんだけどにゃん。猫のね、やつ持ってはるのよ、お姉さん、シュシュ。だから、あ、シュシュ持ってたと思って。シュシュなら使ってくれるやもしれんと思って。あ、時間だ。というわけで、本日は1時間半かけて、シュシュが完成いたしました。1時間半あればできるということが判明いたしました。初めて作ってみましたけど、意外とうまくいきました。ありがとうございます。というわけでですね、多分最後までいてくださったであろう、クレさん、にゃんとくん、エセさん、ありがとうございますにゃん。また遊んでね。おやすみなさい。今日も走り切りました。お疲れ様。みんなもちゃんと寝るんだよ。お疲れ様でした。お疲れしょ。ぽいぽいにゃん。またにゃん。ポチッとね。